様、明けましておめでとうございます。りんごの会書道教室です。埼玉の北上尾というところで大人の女性のためにエッジや金文字を教えしています。今日はキッズフェスティバルということで、同じく北上尾にあります緑の会書道教室の生徒さんとともに作品を作らせていただきます。子どもたちには大切な家族へのメッセージを書いてもらいます。短い時間ですが、どうぞお付き合いください。突然ですが皆様、春の七草ご存知ですか？言えますか？七つどうですか？誰か音響さんに聞いちゃうか。違う音響さん聞いちゃうか。間違ってたら恥ずかしいですね。一つか二つどうぞ。七草、あ、ごめんなさい、出てこないです。出てこないです1年間の不病息災を願ったり、お正月に疲れた胃を優しくいたわるために1月7日の朝に七草がゆをいただくという習わしがあります。セリ、ナズナ、五行、箱べら、仏の座、スズナ、スズシロ、春の七草。今から1200年前の平安時代には、自分の気持ちを和歌に乗せて人に伝える文化がありました。寒い冬のある日、大切な人の健康と長寿を願って春の野草を摘んでいます。先ほど皆さんに伺った七草ですね。しゃがんで夢中になって摘んでいると、雪がしんしんと降ってきて、袖に雪が積もっていきます。
君がため春の野に出て若夏む我が衣でに雪が降りつつ百人一首の有名な和歌です。平安時代には変体仮名といって現在の50音のひらがなではない文字が使われていました。例えばこちらのこの文字はふっと読むのですが、布という字から来ています。今皆さんがご存知のふはご婦人のふ、婦人のふから来ています。今回は平安の趣をそのままに伝えられるように少し分かりづらいんですけれども変体仮名を使わせていただきました。この和歌を自ら摘んだ野草に添えて大切な人のもとへ届けました。このように文字は本来気持ちを伝えるためのものです。りんごの会ではただ美しいだけではなく常に相手に伝えることを意識した学びをしています。続きまして、はい、子どもたちの作品をお願いします。感謝の気持ちを書きました。いつもありがとうパパ、ママ。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。りんごの会書道教室の皆様でした。今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。さあ、それではこの後は演習を